濡れせんべいは、千葉県銚子市を発祥とする日本の菓子であり、せんべいの一種。濡れせんべい、濡れせんべいなどとも記述する。せんべいの生地を焼いた直後の熱いうちに醤油につける。銚子市以外でも、駅やサービスエリアの売店でも売られていることがある。千葉県銚子市は、米の名産地であるとともに、日本一の醤油の名産地であり、 古くからせんべいを作るところが多く、近隣にせんべいの観光名所もあるせんべいの産地でもある。長子市の米貨店、柏屋二代目店主の横山雄二が考案し、1960年頃から企画外品のおまけとして販布し始め、1963年に商品化。濡れ線は柏屋の登録商標である。当初は湿っているという苦情も多かったが、 口コミで人気が高まった。2014年現在、銚子市内では、複数の業者が参入している。各店はそれぞれ特徴を持った商品を販売しており、最近は健康志向で、薄味の商品も増えてきたと報じられたこともある。また、千葉県北部から、茨城県、埼玉県東部など広範囲で、同様の製法による濡れせんべいが製造されている。 犬保駅での実演販売千葉県調子市の地方施設である調子電気鉄道は1995年より超電の濡れせんべいのなで濡れせんべいを製造販売している。慢性的に経営難という問題を抱え続ける同社の増収策として位置づけられ先行して参入していた石神が調子電気鉄道を支援するため無料で技術を指導した。 中野町駅構内にあった変電所が移転したため、跡地に濡れせんべい工場が作られた。他に犬吠え駅でも製造の実演、販売をしている。中野町駅の南隣には山佐醤油の本社と銚子工場があり、朝田の濡れせんべいには山佐醤油の濡れせんべい専用醤油誰が使われている。町田の駅売店、工場の直売店、 県内外の駅売店、サービスエリア等で販売されている。また鉄道関係のイベントで売られることもある。2006年11月18日、運転資金の不足に陥っていた、銚子電気鉄道は、自社のウェブサイトに手濡れせんべいの購入を呼びかけた。電車修理代を稼がなくちゃいけないんですという訴えに対して、鉄道を趣味とする人や、 にちゃんね、らーなどの多くの人が反応して拡散されたこともあって、通信販売による注文が殺到、極度の品不足となったため、通信販売を一時停止したこともあった。これらは、新聞や放送局などのマスコミ各社も報道したことから、この濡れせんべいは、全国にその名が知られることになった。2008年5月に通信販売を再開し、 現在はサイトで購入できる。2014年には工場が銚子市小浜町に新設された。2007年に銚子電気鉄道がハドソンのコンピュータゲーム桃太郎電鉄とタイアップしたことを受け桃太郎電鉄濡れせんべいが販売された。ありがとうございます。